おざす、ティッシスンです。さて今回は BF204 に RM68 使っていこうかなと思っております。でこいつめちゃめちゃ弱体化しました。はい、 OK、まあ、とりあえず弾速が90も下がりました。で4発キルの距離も減少、標準弾層が 40m から 30m まで 10m の減少で、攻撃力弾が 50m から 40m まで、これもまたね 10m の減少ということで、で問題は近接戦闘弾こいつなんですけど、4発キルの距離がなくなりました。いや、やばいね、近接戦闘弾一番強かったんだけどね、 RM の弾薬の中では。まあ今の環境で近接戦闘弾使っちゃうと、もう弾速700切っちゃうし、でまあ小バレと近接戦闘弾組み合わせて、こいつの一番レートハイバージョンにしても730の5発キルかなってことは、弱すぎるね。なんかいたしまだまあいいや。いやほんと近接戦闘弾さん、ご愁傷様です。まあ強すぎたからねこいつ、まあ当然の報いかもしれない。まあとりあえずやっていきましょう。これいるっしょ、遠いな。あでも当たったらまだ強い。はい、あ弾薬はね、あの標準弾層にしていってます、今回は。とりあえず、いや近接戦闘を使う理由は特にないと思うんで、まあ、普通の弾薬ね試してみます。ってなると RM のメリットでもある無反動っていう点がね、若干殺されちゃうんだけど、まあ弱体化したんでしゃあないね。新しいカスタム等々見つけていければなと思っております。プラスに考えよう。はい、やったはいいけど、えこれ試合終わる俺中途半端なサーバーに入っちゃった。珍しいことじゃないけど別に。あそうか、まあまあまあもう一回やろうか。カスタム見直す、どうしよう。中段板に小バレつけてレート上げてもな、なんかやばそう。思い切ってロンバレとかあったらよかったんだけど、精度重視にしてね。でもないんで、ウォーホークとかつけとく。標準弾層を使うことによって近接戦闘弾使ってた頃よりも反動が強く感じると思うんで、まあ、そこら辺は当てれることを重視で、まあ、サブレッサー機能死んじゃうけど、まあ、そんなデメリットにもならんでしょう。こいつは結局中距離チュンチュン武器なんで。このタンクデサント中の彼も RM 使ってるね。ライトついてるけどまあやっていこう。はい、あーレート遅いこれ全然別の武器ですわ。っていうか、まあ今回コンベンセーターつけてるから、まあ、サプレッサー外れてるんだけど、こいつの生の銃声初めて聞いた気がするずっとサプついてたから、小バレで。さあ、まあ、やっていこう。で、どうしようか。裏いるか。あ、でもこの距離とかちょっときついな。もう、レート660、違う、620だっけ、違うないんだっけな。ちょっとわかんないけど。お、OEM しっかり。まあ、ちゃんと芯から当てていかないと、勝つの難しそうだね。で、赤点がある。で620のレートで正面切っての殴り合いはちょっと怖いんで、もうケツから刺させてもらうわ。ありがたい、 OK。 さあでリロードして、あそうこいつのデフォのその素のデメリットとして、リロードちょっと遅めじゃないかな。そんなこともないか、気のせいかな。まあいいや。はい、まあ、とりあえずやっていきたい。であとちょっとこいつ継戦能力低いんだよね。30発弾層しかないから、角間がドラムないんで、そこだけちょっとネックかな。来てますね、これ。足音、そっちか。追えない。追っててやろう。OK。さあ、やってって。これ間に合うか、まだいる。ああちょっと意外と早かったな、来るの。まあいいや。はい、というわけで。まあやっていきたい。どうだ、現状、特になんかすげえ困った性能だな、こいつ。もう使わねえや。みたいなことはないけど。おいおいおい、どういうわけで。ああ、俺、分隊員から湧いたから。はい。でまだ来てるよ、ドーザーさん。ナイスバッシュ。はい。来た。OK。さあ、リロードして。で、この C を取りたいんだけど、ここが強いね、このマップは。マップはっていうか、この C 取るときは。うん。C 旗自体には絡みづらいんだけどね、とりあえずここ取っとくことによって、まあ、向かって左側の地点は、まあ敵が入れないようになれるから、なるから、
まあとりあえずここ取ってればいずれ味方が押し寄せてきてくれやすくなるね、でまあこいつの今の性能的にこうやってポジ取ってもうこっちのドミネーションですよ、見た感じで立ち回るのが無難な性能じゃないかな、まあ、走り回って敵みいやめっけてもう出会い頭ズババババみたいな戦闘はもうちょっときつくなったね、はい、まあ、というわけで慎重に立ち回りたいったね、いらっしゃったいらっしゃいませ、 OK、 さあこれでまあ予定通りだね、味方があやべ生徒死んでる、ちょっと待ってそっかウォーホークで生徒死んでるわ、あ過信気持つ、はい、いけるか、いけたが何回狙われてるね、なんか戦車じゃなかったかな、ケツまくって逃げましょう、はい、いやでも大丈夫、戦車横領みたいな見てない、ちょっと見てる気がする、あっガッツリロックされてました、はい、というわけで、あでもこれえこれ蘇生できるっけ、めちゃめちゃ水の中に、あありがとうございます、できたみたい、はい、というわけで万能 AED で回復してもらって、これも押し、えどういう状況これ撃破されてるこの戦車、えあ手法撃ったのかと思った、ビビった、とりあえずもう蘇生しまくろう、チケサが300ついてる、もう AI でも何でもいいわ、もうとりあえず人が欲しい、もう AI でもあれですよ、あの敵をかく乱する役目ぐらいしてくれるでしょ、はい、さあ、まあ、頑張って拠点取りたい、この距離ダメだろもうウォーホークで確か精度下がるんだっけ、あの武器、武器っていうかコンペンセーター、なんかちょっとしたもう中距離は捨てていこう、遠距離かなあの距離、まあ、別に元の性能でもあの距離は狙ってなかった気がする、で昔抜けてた気がするんだけどな、こういうの近接戦闘弾でもダメか、で弾速も下がってるんで当てづらいね移動中は、はい、まあ、とりあえず前に行こうか、で分隊員も何名か来てくれてるんで、まあ、攻めやすいね、さあドザさんあっち行ったけど、まあ、あっちは任せるとして俺こっち取ろうか、そうここ取んなきゃいけないんですよこのチャーリーダッシュは、はい、でさあ足音こっち来るね、いらっしゃいませ、 OK いいよ、さあ取っていこう、来るか、あいらっしゃいませ、もう完璧です、はい、まあ、とりあえずカスピのここは C 取るとき強いんで皆さんね、まあ適当に覚えててください、はい、さああとはでこのロングいいね、抜いてて、はい、まあ、そんな言うて元の銃の精度がいいからウォーホークつけてもそんな困らないっちゃ困らないね、まあ、問題は 75m 異円ぐらいかな、そのレンジはタップ打ち必須ですか、まあいいでしょう、さあでいいですよ、チャーリー取れてる取れてるでいらっしゃってる、はい、であとはもう来てないか、これだいぶ敵はけたぞ、ただまだいるっちゃいる、あれやりきれなかったのはちょっと痛いが、まあ、あれは精度の低下ってよりなんか多分列車のなんか台座みたいなところに当たってた、はい、あれぐらいの距離でまだ精度は死ねないはず、ウォーホークつけてるとはいえ、まあいいや、とりあえずやっていきたい、でこれ結構逆転の日の目出てきてない、なんかそんな気がする、いけるか、 OK でまだいるぞ、でこの倉庫ちょっと遮蔽物にして、で味方がカットしてくれたね、ナイス、 もういないかな、いないね、はい、というわけでこれはもうなんかこれ大逆転できそうじゃない、拠点もほぼほぼ4つぐらい取って100チケさ、いいね、うん、弱体化したとはいえさすが中距離武器、まあ、先打ちで当てたとはいえ敵の頭出しに勝っていく、いや素晴らしい、はい、でこれはで右来てるね、足音 OK、 はい、で次行こう、ここいるな、 OK、 さあやってでリロードもして、これチャーリー中いなかったかな、いる気がするんだけどな、いるね、どうだ、まだいるな、ここら辺うろちょろしてる気がする、出たり入ったりってことは、いたね、ラスト、いいね、はい、で下に溜まってる、おいいですよこれは、
勝利の予感全強ですよ。いや素晴らしい。で脇こっちだっけ。おい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 、トロトロ歩いてる AI 相手に何使うねん。まあいいや、はい、で勝ちました。でまあ現状まあ弱くはなって、昔ほどのバゲモンではないですけど、まあ現状でも使えるっちゃ使えるかな、うん、まあ、使い方注意って感じだけど、はい、でご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。